松野屋 JR 尼崎店。俺は定期的にこのメニューが食べたくなる。そうなったら松の屋に行くしかない。松の屋に行ってこれを注文する。いつもこれの繰り返しだ。とにかくやばい。味噌ロースカツ丼630円。ただしアプリクーポンを使えば590円で食べれる。いただきます。このメニューはご飯の上にキャベツを乗せ、その上にロースカツを乗せて、上から濃厚な八丁味噌風の味噌だれをかけてごまを振ったメニューである。濃厚な味噌だれの旨味がすごく癖になる味わいである。キャベツのシャキシャキ食感がいいアクセントになっている。実にうまい。味噌汁がついているのも嬉しい。この店では味噌汁のおかわり無料である。ロースカツも食べ応えがあってサクサクしていて最高にうまい。だけどこのメニューは中毒性が強く、一度食べると定期的に食べないとダメな体になる場合があります。そして七味をかけるとピリ辛になって風味も増してうまさ倍増で、さらに中毒性が高まります。このメニュー松の屋に定期的に行ける人におすすめです。食べたことのない人にはぜひ試してほしい。食べると多分定期的に食べないとダメな体になると思います。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。